ピサのデオモ広場はイタリアにある世界遺産の物件名である。世界遺産に登録されたのは1987年。ピサの外れにあるデオモ広場に立つ洗礼堂、大聖堂、修郎、墓所回廊の4つが印象的である。ピサのこの頃の繁栄を象徴した建物群である。特に修郎はピサの社頭として有名。ピサのデオモ広場は ピアッツァデーミラーコリやカンポデーミラーコリとも呼ばれ、奇跡の広場という意味である。円筒形の8階建てで、階段は296段ある。高さは55メートル。円筒形の外径は約20メートル、内径は約4.5メートル。建物全体の総重量は14,453トン。 1173年8月9日に着工、幾度もの工事中断、1372年に完成、と非常に長い期間にわたって建築工事が行われた。工事が長引いた原因は、着工直後から始まった塔の傾きである。このため、塔は本来100メートル以上の高さを予定されていたが、約半分の高さでの完成を余儀なくされたと言われている。 アルノ川が運んできた砂が含まれていたため、建物の基礎を深く作るには、地盤が弱すぎたことが、傾きが生じた主な原因とされている。塔は、現在、中心線から南に向かって約4メートル、角度にして約3.99度傾いている。16世紀に、ガリレオ・ガリレイによる落下の実験が行われたという伝説が残っているが、ガリレオが、 ピサで実験を行った事実はないとされている。設計者は、未だ分かっておらず、現在論争中。ボンナーのピサーの説が通説であるが、近年の研究では、ディオティサルビー説が有力。近年、傾斜の増加が著しくなったため、1990年に一時、立ち入り禁止となった。そして2001年12月、10年間にわたる、傾斜防止作業が終了し、 一般公開を再開した。大聖堂大聖堂は緑の芝生が生える広場の中央にそびえる。都市国家であったピサが1063年にパレルモーキでサラセン艦隊を破ったことを記念して建築を始めたと言われる。建物の構造は奥行きが約100メートル、幅約30メートルで上から眺めるとラテン十字の形をしている。内部は 円柱が密に並び、合朗式となっている。使用された円柱の多くは、戦利品として、パレルモのモスクから運ばれたものとも言われ、内装は、ビサンティ様式の影響も見える。建造物自体は、ロマネスク建築と考えられている。建物内部には、ピサの人々に愛された、セーラニエルとハインリッヒ7世の墓がある。 ガリレオのランプは、振動のほぼ中央に吊り下がっているブロンズ製のランプで、ガリレオがこのランプの揺れを見て、振り子の当時性を発見したと伝わっているが、これも事実ではないと考えられている。説教団は、14世紀の初め頃に作られたイタリア語シック様式を代表する彫刻として知られている。洗礼堂洗礼堂は、大聖堂の西側に立っている、円筒形の建物。 直径約35メートル。着工は1152年で完成には200年以上を要した。全体は白い大理石で建物の下側がロマネスク様式で大聖堂と同じような列柱とアーチで装飾されている。しかし上側はゴシック様式を示している戦闘群で装飾された珍しい建物である。 屋根は片面だけ円盤武器となっている。これは建設中の予算不足のためとする説もある。カンポさんと大聖堂の北側にはアーチの連続する回廊付けの美しい中庭を持つ墓所がある。回廊の壁には14世紀に描かれたフレスコ画があった。しかしながら第二次世界大戦での空襲でほとんど消失してしまった。首領の東側にある。 大聖堂や洗礼堂の中にあった彫刻などのオリジナルが保存、展示されている。この世界遺産は世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし登録された。ローマから鉄道で3時間から4時間。フィレンツェからは鉄道、バスで1時間程度。ピサ中央駅からドゥオモ広場までは徒歩で約30分程度。ウィキメディアコモンズには ピサのドゥオモ広場に関するメディアがあります。ありがとうございます。